どうかこの音が届きますように。津軽三味線を背負い上京した沢村節、さまざまな人たちと出会い自らの音を探す旅が始まる。真白の音コミックス発売中。どうかこの音が届きますように。津軽三味線を背負い上京した沢村節、さまざまな人たちと出会い自らの音を探す旅が始まる。真白の音コミックス発売中。